こんにちは。今日は銀座のブランシュに来ています。今からヘアメイクをしていきたいと思います。今回は夏用の着物を3着持ってきました。仕事で使うリアルな夏用の着物なので、そちらをご紹介していきたいと思います。うち1つはブルーの着物なんですけども、それは以前から使っている着物でとても愛用しているものなんですけども、今回新しく夏に2着新調したので、そちらもご紹介していきたいなと思っております。夏用の着物はとてもこう透けてね、涼しそうに見えるので、冬用の着物よりも好きで、実は結構ちょこちょこ着ております。はい、ということで今からヘアメイク行っていきたいと思います。完成。今回1着目に着ている着物はこちら、青い着物になります。刺繍がとても可愛らしいです。刺繍の中にはいろいろ色が入っていて、この紫っぽいの、あと淡いピンク、黄色などが入っています。これは人気の、蘭を使ったブーケだそうです。でこちらの着物は京都の会社シルクモードというところの会社の着物になっております。京都の大手刺繍メーカーから独立された、新進気鋭の作家さんだそうです。生地は普通の炉を使わず、モンシャという夏生地を使って、刺繍の糸もかなり細いものを使っていて、こちらの着物は銀座のママから譲り受けました。以前他の店で勤めている時にこちらの着物を譲っていただきました。その時共通のお客様がいて、もし使わない着物があったら、アスカちゃんに何点か譲ってあげてほしいなーっていう風にお客様がお願いしてくださったみたいで、ある日その優しいママが連絡いただいて、着物をプレゼントしたいから私の使ったやつでもいい？って言われて、全然持ってなかったので初めていただいた夏用の着物です。本当にすごく可愛くて、こんなのいただいていいのかなと思って、この淡い水色のグラデーションもとっても好みだったし、刺繍の柄もとっても可愛くて、その時何年前かな、もう 7,8 年ぐらい前だと思うんですけども、その頃からずっと愛用しています。とても涼しそうで、初めての、ね、夏の着物だったのでとても愛着もあります。透け感も素敵で、女性らしい柄もたくさん入っていて、これからもどんどん着ていきたいなと思っております。従来の作品重視の着物ではなく、優雅さをね見せるための流れのあるデザインも特徴になっています。で私の今着てる刺繍はこの蘇州刺繍っていう、中国の刺繍の技術を使われております。はい、ね、結構涼しそうですよね。どっちかっていうと結構派手なのかな。刺繍でもいろんな刺繍がありますが、これは結構派手な大ぶりの刺繍になっております。はい、そしてこちらの帯、こちらの帯は河合美術織物という老舗の、織物屋さんから出ている帯になっています。普通は、まあ、大体白だと白の同系色の帯を合わせたりするんですが、今回ちょっとねこうパキッと色を分けてかっこよく着たいなと思って、こちらの、茶色色の帯を選びました。でこの帯の中にも色が、ピンクとか、黄緑、あと紫、あとゴールドも入っているので、割と合わせやすいんじゃないかなと思います。夏物の着物でやっぱこういった帯は、まあ、少し珍しいというか変わっているので、まあ、さっき着た青いのにも多分ねこうやって青があるんで合わせやすいですし、この次に3着目に着る着物でも、こういったねグリーンがあるので、合わせやすいかなと思っております。でこちらの帯は、裏地を作らずに全部表面の生地と同じ生地で作っています。
なので結構手が込んだねお品になっております。この帯は、西陣帯の帯になっております。こちら西陣帯の老舗のところから独立した方の帯だそうで、この番号を取るのが非常に難しく、なかなかこう独立してからまたこの西陣帯をの帯屋さんをするのはすごく難しいということを木村さんから伺いました。まあ、今回ね、そういった西陣帯もすごく惹かれていいなと思ったんですが、やはりこの白色の着物に対してこの茶色のコントラスト、そしてここのね、帯留め帯揚げが、まあ、このね色も結構入っている同系色で綺麗かなと思ってこちら選びました。カバンは今回は黄色の黒子のバーキンを選んだんですが、やはりこうやってね黄色の、帯締め、そして黄色のね刺繍が入っているので合うかなと思って今回は選んでみました。3着目のお着物はこちらは京友禅の着物になっております。淡いエメラルドグリーンで、とても涼しそうな着物になっています。で今回のこちらの着物の柄は扶養がまず一つ大きなテーマであります。であとこういうねこう唐草模様があって、なんとも古典的な柄なんですけども、この扶養がピンクと淡い紫色でとても可愛く、こちらも本当に柔らかい絵になっております。はい、そしてこの扶養ともう一つこちら百合の柄が、テーマの柄になっております。着物全体に扶養と百合が散らばっております。そしてこの帯は、この雪輪の中に、萩だったりとか菊の柄だったり、あと波だったり、いろんな模様が入っております。で私今まで持ってた帯の中でこういうね丸く帯なかったので、これが一番最初に気に入って、あ本当素敵だなって、古典柄のこの感じすごく 丸が可愛いなと思って、こちらをまず気に入って、でその後着物を選びました。この淡い色同士がとても合うかなと思って、そしてこの黄緑の着物を選びました。今まで持ってる夏の着物は、最初の1着目のブルー、2着目の白で、3着目はこちらグリーンで、家にある手持ちのものがちょっと黄色っぽい、山吹色のものでもう一つももう少し、白に近いんですけども山吹色のものがあったので、このグリーンの柄は今まで持ってなくていいなと思って購入しました。夏の着物はこういった淡いものが多いんですけども、濃いめの色、黒を使った着物もとても人気があるそうです。やはり黒の中にこの下ですね、この透け感がすごく出るので、夏はあえて黒を着る方もいらっしゃるそうです。今まではね5着とも淡い着物ばかりだったので、今度買うときはもう少し濃い着物もいいかなと思います。そしてこちら帯、こちらの帯も、すごく何でも合わせやすい帯になっております。色もこの濃いブルー、そしてこの紫、結構淡いピンクで黄色も入っているので、先ほど2着目の着物にも大変合わせやすいと思いますし、1着目のブルーの着物にも合うんじゃないかなと思っております。でこの帯締めもね紫のグラデーションがあって、はい、少しここもね淡い色がなっていて、全体的に今回は淡いトーンのシリーズでまとめております。とても可愛くて、また今までの手持ちとガラッと変わっているので、こちらも夏にどんどん愛用していこうと思っております。あと今回は2着目と3着目にバーキンを持っていたんですけども、着物はやはり、こういった着物ね、とても清掃になってくるのでケリーの方がいいのかなと思って、ケリーをなるべく使いたいと思ったんですが、ちょっと手持ちのものが濃い色のものが多かったので、ショッキングピンクみたいな色とかね、 もっとこう鮮やかな淡いピンクとかあったんですけども、ちょっと黒子だったり重めのものだったので、冬の着物には合うのかなと思ったんですが、夏のこういう涼しい着物には、
やっぱこう明るい色のカバンを合わせたいなと思って今回バーキンにしました。パーティーなどの時はやはり外に出る時はケリーの方が相性が着物にはいいのかなと思うんですが、仕事でね、バーキン使う方って席には持っていかないし、みんなロッカーに預けたりとか、まあ、クロークに預かってもらったりするので、まあ、あまり気にせず銀座で仕事をしている方は着物を着てバーキンを持って出勤しております。まあ、バーキンの方がね、入り口が大きいので使いやすいですし、まあ、そういったねところもあって愛用されている方が多いのかなと思います。今回の着物の、コーディネートいかがだったでしょうか。今回は3種類ピックアップしたんですけども、また冬の着物の時にいろいろと、選んで着ていきたいなと思っております。それではまた。